はい。えー、熟成さんからですね。なんと PDF で、えー、結果報告のレポートをいただきました。ありがとうございます。どうもーどうもー <laughs> 熟成と初めて、えー、熟成として初めての収益報告します。ということで、私の収入源は YouTube ですが、この度、やっと10万を超えました。ということで、おめでとうございます。はい。はい。えー、Google と、はい。ご入金されました。はい。素晴らしい。はい。 これまで6、7万前後で著作権侵害の赤危機器の時は動画投稿できず3万円玉を押し込みましたが、先日吉谷さんからのアドバイスで仮想通貨で集中的に動画アップした結果10万を達成できました。しかも今後それを上回る見込みで15万を超えそうな勢いです。本当だ。すごいですね。伸びてますね。<laughs> おめでとうございます。えー、的確なアドバイスありがとうございましたということで。まあ、それはね、アドバイスはみんなにしてるので <laughs>、今やるかやらないかですね。まあ、やった結果です。はい。 で、まあ、これはドリアカと全然違うネタで稼ぎ話だと思います。YouTube でこんな稼ぎができるというお話がありますと。ほうほうほう。実は3月から1ヶ月でさらに115万稼ぎました。おめでとうございます。<laughs> 9589ドル。9589ドル。かける120。うん あまあ、今の1ドル単価ですね。1ドル単価120円で計算して115万と。おめでとうございます。ちょっとドル、ちょっとよくわかんないですけど。<laughs> はい。これも YouTube で仮想通貨に絞ったことの効果だと思いますが、海外の仮想通貨関係の企業から、数社から動画制作依頼があり、300ドル、800ドルで受注して数十件こなして稼ぎましたと。海外企業の報酬は USD または TRON で支払われます。よくわかんねえな。 もう英語、英語、ダメだ。わかんない。なるほど。作成や動画で YouTube 収益も得られ、移籍にちでありがたい案件です。特に仮想通貨の ICU 案件は、動画で紹介することで紹介報酬もらえて一席、移籍3兆案件です。数百万の証券報酬はついていますが、i c を各社には今カウントしていませんと。と ピーク終わって、さすがに毎月100万は無理ですが、今後もスポットで企業広告数万円は上乗せできることもあるので、月10万円をキープできるように頑張りますと。また面白い稼ぎ方を見つけたら報告しますということでありがとうございます。これはすごいですね。これはすごい。おめでとうございます。もうあの、メディアになってるところですね。まあ、この企業さんからね、依頼を受けるっていうのは、もうちゃんとしたもうメディアになっているっていうことです。そのメディアと認められてなければ、企業さんからオファーをもらえないですから、素晴らしいと思います。 おめでとうございます。うん。これはすごいですね。おめでとうございます。はい。まあ、これもね、YouTube の広告収入もね、こう、YouTube の広告収入もやっぱ高いので、まあ、FX とか、まあ、投資系は高いんですけども、仮想通貨も高いですから、いいと思いますね。うーん。はい。まあ、ということで、あのー、おめでとうございますって感じですかね。はい。はい。では、また、報告をお待ちしております。ありがとうございました。